I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. はい、どうも皆さんこんにちは、タクタビです。今回のタクタビはご覧の通り鎌倉イタリア編1回お休みして鎌倉編に行きたいと思います。あ、それで前回の動画で言ったと思うんですけど、リクエスト募集したら貴船神社というリクエストが来たので、貴船神社のちょっとまだ取りに行きたいんですけど、まあ、台風とか用事とかいろいろあって、晴れになっていい天気になって暇だったら行こうと思います。時間があったら行こうと思います。で、今回第1弾鎌倉編第1弾の動画は小町通りという駅から鶴岡八幡宮に伸びている通りを紹介していきたいと思います。ちょっと僕が行ったのが早朝ってほどでもないんですけど、7時とか8時ぐらいだったんで、お店とかまだ全然開いてなかったんですけど、昼間に通ると本当に活気づいていて、観光客の人がいっぱいいて、でみんな食べ歩きとかしてて、おしゃれなインスタ映えのカフェもあったりして、なんて言うんですかね、まあ街の中心部になっています。朝行くと逆に人が少なくって、本当に観光シーズンでも朝7時とか8時ぐらいに行くと鶴岡八幡宮も神社の人がちょっと清掃してるぐらいで、本当に人がいなくて、写真とか撮りたい方はぜひ早朝に行ってみてください。ここで有名なものは抹茶だとか、あとは何だったかな、あ、しらす丼とか有名なのでぜひそちらの方も行ったら食べてみてください。はい、ということで今回のタク旅はここまでです。次回の動画もお楽しみに。 SNS もチェックしてみてください。では、チャオチャオ、またね。